目が見えんのうん,ん,ん。お誕生日<あ>おめでとうごここかこれかそう。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 見えとんかないや、うん。と思うんだけど。ちょっと待ってよ。どうなんだろう ああ始まっとる。本当だああ始まっとる。本当だこんばんは、見えています。こんばんは。ゴルコの誕生日 <laughs>。ゴルコの誕生日を。ありがとうございます。<laughs> あ、ジンさん。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はなんと、ゆかちゃんの誕生日です。はい。おめでとう、ゆかちゃん。ありがとうございます。 どうですかどう今日ゴルフで帯打っちゃったからもうなんか誕生日。ゆかちゃんおめでとう。ありがとうございます。おいあ,ありがとうございます。ます <laughs> おめでとうございます。おめでとう。結婚式も誕生日もおめでとうございます。誕生日おめでとう。ありがとうございます。い,ますいっぱいコメント嬉し,嬉しいな、でも。うん ありがたい。今日はゆかちゃん。ゴルフでした。はい、二時間かけて行って、二時間かけて帰ってきました。<laughs> どこに行ったんかな、今日は。東寺ヶ丘に行ってきました。東寺ヶ丘、岡山だったら、結構な名門で。名門で。うん、門でええよな。うん。綺麗なコースでしたよ。ゆかちゃん、ステップアップでも出たんかな。一回だけね。そうだよな。うん。一回だけ出ました。 ステップアッププアまた出てほしいな。まあ。まあ。難しいね。<laughs> 僕がキャディーしたいな、でも。無理でしょ。でもコロナ落ち着いたらできるんかないやー、ステップアップ、34のは無理だと思う。34新聞のはねあ。あ、でもステップアップってなんか普通のハウスキャディーさんがそそうそうおそるイメージだな。うん。確かにな。そうかそうか。おめでとうございます。ストーリり見ました。ありがとうございます。 お誕生日おめでとう今年一番おめでとうお送りします <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございますなんかねこのご時世コロナでどこも行けないんでそうなんですよなあ、うん、これを機にまあ一年に一回じゃがんてけんどっか行けたらなとかって思ったけど、うん、なかなかな、うん、そう難しいよなそうゆかさんおめでとう バースデーラウンド。最悪なバースデーラウンドでしたよ。ユ <laughs> うタさんもおめでとう。ありがとうございます。結婚式のことかなどうも。ありがとうございます。今日はね、OB 打って8点打っちゃったんですよ、スダボで。珍しいな、OB。久しぶりに OB 打ちました。まあ、ボール回収できたんでいいかなと。<laughs> <laughs> そこ大事だよな <laughs>、まあ。ボールがあるかないかで、ね、やっぱり。<laughs> 僕でも、 あの新球使ったら OB するっていうのがすごいジンクスだわ日も私新しいボール使ったわゆかちゃんボール新しいの使ったんうん新しいやつ使った <laughs> 岡山のゲンラッキー <laughs> 全然稼げない人と容姿が全く違う人 <laughs> ゲンさんほんま僕好きやわ今逃げ恥 TVer でで 見てますよ、もう一回。プレゼントもらう側なのにリサちゃんにパターンをあげて偉いです。あリサリサちゃんにねパターンあげたんですけどでもあれ古いよね結構古いねでも喜んでもらえたんで、うん、<laughs> よかったですなんかその1回目のジョイックスでコラボさせてもらった時になんかそういうパターン何使ってるんですかみたいな話になってめちゃくちゃ古いやつ使ってるんですってまあ 始めた人って大概頂き物でやるかほんで,で2回目のコラボを決まった時に、うん、その話を覚えててはい、はい、でリサさんに連絡したらまだ古いやつ使ってるんですってことだったんでで僕らのな家にあっても誰も使わんしうん確かにねだから奈美、うん、ゴルフさんのコンペの時にお渡ししてそれから使ってくれて、ね、もらってるな、うん、なんか気に入って 使ってもらってるだけで僕は嬉しいからうん、ありがとうございますゆーたさんからのサプライズは何あのガーミンを前にもらってあ,あるあるガーミンでもうまく使いこなせないんですよ難しいよななんか全然携帯と同期できなくて、うん、なんかいろいろ試したんですけど あ、土井さんあ土井さんはいえー、ゆかありがとうございますありがとうございますまたお邪魔させてもらいます <laughs> はいあ同じ誕生日だってすごい<え>おめでとうございますそうおめでとうございます私5月生まれの人あんまり出会ったことない意外とおらんよなあまり、うん、僕もお誕生日はめ、ね、でちゃん YouTube でニューパターで少々入ってましたよなみさんもチップインバーディーしてたなあどこ行ったみたいな話で 入っとっとたんでなんすごいよなあの1番か10番か忘れたけどたす,ごたすごい放題だもんな、うん、おめでとう西さんに教えてもらわないといけないですね扱い方な教えてもらったんですけどなんかね機械音痴なのかなんなのかなんかな絶対に100%使いこなせたらすごい優秀だよなそうなんです ナミゴルフコンペで9番ショート褒めてもらったものです。ああ。どのショットだろう。なんかバンカー。バンカーから。出た人すごかったよな。も<れ>うか、ね、おびっくりした。かな。違うかな。どうなんだろう。でもコンペも面白かったな。楽しかった。本当にな。うん、またやりたいな。ね<え>。僕らもやる。 コンペ、うん、絶対人来ないと思うんだけど <laughs> 僕らがもしコンペを開催したら来ていただける方いらっしゃいますかあヒロさんのインストライブ見てたのこれ私もイスヒロさんのインストライブ見ましたさっき見よったなうん見た見てコメントもしたガーミンは高低差出るんですか出るんかなこれってで,でもなんか多分出るよな出てると思います 多分出てるはずですでもそのでもナミさんが持ってる S42 は高低差出ないって言ってたよなだったかなうん絶対行きますだってコンペでお会いしたかったですああ来られてたナミゴルフさんの子行きます神奈川から <laughs> ええー。<laughs> それはすごいあ鳥取から 鳥取は近いもんな。高低差出るんだ。へえ。ちょっと調べんといけよな。本当にね。んん使い方がわかんない。あのいつも見てるのは歩数だけ。<laughs> <の>万歩ポ計でやそ,うそうそう。いやいや。あの歩数と今日今日ちなみに、ね、結構歩いた。これ一万。誰も興味ないね多一万三千も歩いた。うん、あれってジョイントしか乗れんの。 いやいや、全然乗れる、今日は。全部乗れるんうん。うんでもなんか、あんまり使い方がわかんないから。ねえ。いきます、お靴ゴルフクラブ。お靴ゴルフ希望もし、根拠をするなら、お靴かなーって、福島から福島ら <laughs> すごいな。<laughs> お気持ちだけでも嬉しいな、い<や>でも。いや、あの、ナビゴルフさんのコン、のコンペは抽選だったじゃないですか。うん、でも多分、抽選になるほど人は集まらないと思う。う <laughs> まあ、組数少なく、まずは第1回目は10組とかな。なんか、ンかった寂しいしな。確かに。<laughs> 確かにね。あ、高低差出るんだ。ヤード表示のとこタッチするだけで切り替え。へー。へー知らなかった。 コンペでで君うまいねって声かけたら結婚できますかね <laughs>。<laughs> <laughs> 僕のゆかちゃんとの出会いな,あなるほどね。できるんじゃないですか多分ああだから男性と女性を同じ組にするとああその時はゴルフ夫婦のもしコンペに来られた時は前もってグッチさん僕かゆかちゃんに DM いただけたら女性の方と組み合わせ <laughs> 確かに でももしかしたら僕らのチャンネル見てもらってる人とかってその夫婦の方が多いかもしれないな、うんな確かにカップルの方とかな確かに確かにあナースゴルフさんこんばんは,こんばんはコンペあった行きたいですナースゴルフさんもコンペがあった僕らも行きたいな、うん、確かに埼玉から行くよすごいな南ゴルフコンペにも行きました関東にも行った関東も関西も行ったのかな関,関西も すごいああゴルフ夫婦のお見合いコンペ面白そう確かになからでも僕ちょっとちらっと思っとったのがカップルとか夫婦の方限定で10組とかっていうの面白そうやな確かにね面白そうで独身の方のみとかあ逆にな確かにな夫婦になろうよコンペみたいなうん なろうよ家族に福山うよ面白いそれなんかいろんな形でできそうだなうん確かにねでもとりあえずあの奥津ゴルフクラブは本当にお世話になってるなあゆかちゃん、うん、ジュニアの頃からそうそうで僕は結婚さしてもらって奥津ゴルフクラブ行くようになったんだけど多分すごいな支配人の方もよくしていただいて社長も。 気ー使っていただいてめちゃくちゃありがたいからなあそれ <laughs> <laughs> なんかやっぱりあの何独身の方にいてカップルになろうよコンペみたいなわわけ隔てなくカップルになろうよお友達になろうよコンペどうですんかみんなでこうな仲良くなれるコンペがいいよな中国ミッドああ組み合わせね出てたんですけど延期になったんで ちょっと練習頑張らないといけないですね。うん、カップルで参加して。最終ホールのカップルの中に。ええー、面白い。面白いな。うん。そういうのを YouTube でちょっと撮ってもいいんじゃないですか。確かに。なんかいろいろなんかアイディア出るな。うん、面白いかも。うん。お靴はぜひ行ってみてください。うん。面白いよな。うん、面白い。これからの季節にかけては、 いいのかな多分、うん、涼,しい涼しいし、うん、30度以上になったらなんか今やっとんかわからんけど今はまだしてないんじゃない夏場だっけなんかドリンク半額とかなったりするよなドリンク1本無料じゃなかった無料だったっけ ?30 度以上だとうん標高が780だったっけ知らん <laughs> そんなうそばくつかないであのホールで書いてない780だっけあれ 12番ホール、11番ホールか。うん、だったかなうん。その指輪もずせ。あ、それ面白いですね。<laughs> ケモさん作れるんかなあのー、何ゴルフクラブの形をした指輪みたいな。なああ。なんだっけさ、婚約指輪とかいうの渡すんだっけはいはい。そういう時に、ゴルフ好きな人だったら、ゴルフクラブの形をした指輪とか。 僕らはなかったもんな、婚約指輪。ないね。結婚指輪はあるけど。うん。こんばんは、ゆかさんおめでとう。あり,とうありがとうございます。ありがとうございます。相川さん、相川蘭さん。なんかコメントいただいてるんかな、いつも。なんか見たことあるような気がする。かな。かなうん。あー、小雨。なんかお靴キャンセル料取らないから、結構雨降るとみんな。 あ、キャンセル取らんなあそこ。取らん。あ、そうな。うん。へえ。ほんますごいよな、あそこ。<laughs> 大丈夫なんかな、いうぐらい優しいもんな。確かにね。いつもコメントしてます。あ、やっぱり、ありがとうございます。いつも二人で見て、ニヤニヤしながら、ユカちゃん返したり、主にユカちゃんですけど。ニヤニヤって。ありがとうございます。こないだ、お靴行ったな、僕ら。 ああこね、で一応撮影したんですけどまあ企画はちょっと言わないんですけどまた近日あげるんですごい面白い勝負になったよな。なったね。最後の最後まで。<laughs> 確かに。なんかいつもは普通にラウンドしてて最終的にちょっと勝負してみたみたいな感じになるけどうん、うん、先日のその勝負はもうガチガチ1ホール目からもほんまに本気で。 ガチで勝負したんで、で、最終的に、まあ結果はもう出てるんですけど、面白い感じだったよな。うん。木の城はあまり行かないですか木の城は行かないですね。高い高いよな。<laughs> 高いし、ちょっと遠いんですよね。うん。でもいいコースだよな。うん。結婚、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ますなんかすごい。 コメントいただくあ後輩に腐ったバナナ理論を説明したらドライバーを50ヤードほど <laughs> <laughs> それはえぐい <laughs> やばいそれはえぐいな力抜いているたら全部力抜いてる<ー>いやでもあれ難しい難しいっちゃ難しいかも、うん、一発目ではなかなかできんかもなうんうん,うん、うんクラブは 拾えましたか <laughs> 地上だったらいいけどな池だったら,らあれだね、うん、ちょっと気をつけてやってくださいついに父上とですあではないんですよ父上とはもう少ししたらやろうかなとは思ってるんですけどうんまだ取れてないなまだ取れてない、うん、お父さんなんか調子が悪い言うて まあ、もう年だからね。うん、今何歳だったっけ。六十九。六十九。うん。うん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お父さん六十九歳。うん。でも、うまいな。そう考えたら。かな。うまいと思う。若いしな。 若いかな頭皮はあんま若くないけど。<laughs> 言うとこ。<laughs> <laughs> あ,あおめでとうございます。これからも配信あり,ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。ヒロさんとあのヒロさんえ、わかんない。違うよな。わ、うん、からん。全打席打たないでください。ああ、よくあるやつですね。ああ、ほんであの、ゲージに入って、 たとととととゲージって例えば誰かが打っても当たらんようにえそうな、うん結構みんな普通に言ってた気がするあそうな、うんありがとうございますお誕生日ライブ <laughs> ありがとうございますあららあなみさんあなみさん ありがとうございます。なんかメンションしていただいて。ありがとうございます。ゆかちゃん、すげえ喜んでました。ありがたいな、でも。ゆかちゃん、すぐ言葉出るよな。あの例えばヒロさんのさっきのライブとかでも。そうそう、ね。ゆかちゃん、おめでとうって言われたら、ありがとうございます。聞こえてへん聞こえてないのに。 ナミさ,さん来ただけでやっぱみんなテンションが変わるナミ、うん、<laughs> さんの今の,あの姉妹対決のやつも面白いよな、うんうん、白いおばちゃんとか<白い> <laughs> そこの白いおばちゃん、ね、<laughs> あれ面白い <laughs> おいうるさいわって <laughs> あれ面白かった <laughs> なんかああいう雰囲気でなまらあの回られるんって面白いよな確かに兄弟でしかできないあの雰囲気、うん、確かに面白い確かに確かに またでも僕の平成組と昭和組の一緒いっぱいなんで確かにちょっと勝って終わりたい<で>私はそのなんかそのマッチプレーより最終ストロークプレーも面白いかなみたいな話してたよな確かに最後の最後まで分からんから大地さんと押されてたような面白かったあれもあ同じ鉢叩いたものです <laughs> 今日今日今日ですかね 一緒に回った人？え違うよ。違うじゃん。けいけいさん。綺麗なゆかさん、お<ら>めでとうございます。ありがとうございます。小田洋二さんだ。あ、小田洋二さん。い,いつもありがとうございます。うん、僕らがね、YouTube 始めて。初期の頃から、ね。ほんま10人とかの登録者数ぐらいの人だよな。<笑><笑>ぐらいの人ってない。<laughs> いやもうほんま初期の初期。本当にそう。 なんか今思ってもな今8800人かでナミさんとかヒロさんとか出ていただいてそれでグッドな伸びてほんまにありがたいよなただその今思い返すと100人いくまでもすごい時間かかったよほんとに大変だったよなまさかなんか1000人いくとも思ってなかったしほんと皆様のおかげと。 まあ、僕なんかはね、完全に、ゆかちゃんのバーターなんで。いやいや、よ言いますわ。<laughs> まあ、二人の雰囲気があれなんかな。昭和チームは昔の名、名クラブ、ボールで、平成クラブ、平成チームは最新クラブボールで勝負した。あ、それ面白いな。確かに。私、あの、<laughs> なんかファイズのボールとか使ってみようかなと思ったりああ、でも意外といいんじゃない <laughs> あのな、なんか家になかったっけツアーステージのなんか、ちょっと古めのボール。あったかなあった。でも、それこそファイズでもまんま値段するが。そう。あの昔のエブリオとか。エブリオ良かったよな。エブリオ良かった。あとスーパーニューイングももったいい <laughs> スーパーニューイング、ね <laughs>。もにょっとした感じつ確かに確かに ゆうたさんからは何もらいましたかあれガーミンああったガーミンです相川さんガーミンをね差し上げたんですよでもうまく使えてないんだよねなんか <laughs> ゆかちゃんには溶けあげようかなと思ってたけど結局とて溶け<ー>って時間見るのと,と,てとて まあ、アップルウォッチとかだったらいろいろ機能ついてるけど、ね、そのゴルフに関係する時計あったらなとかと思ってて。うんうん、まあ、お互いに使えるもんね。うん。で、欲しい欲しい言ってたから。そう。欲しいのに、欲しかったのに、うまく使えてない。サプライズのやつ。ユうタさんのハゲンスト好きです。あれはね、あの、もともとは、 サンライズあの中西直人さんっておるわかるプロゴルファーが亀代さんとコラボというか出ててうん、うん、亀代さんが <laughs> あの「風読んで」って言われてそれを真似したのがきっかけなんですだから僕が発祥ではないんですうん、うん、ただのパクリやんけそれそうそう <laughs> あトップが帰れるの知ってるんですけどそのアプリも撮ったんですよでも帰れないんですよ 同期ができなくて帰れないんですよね、うん。愛をもらったのではって。そんなもんもう365日誕生日やん。ですって。え、ご飯食べながらテレビで見てくれてるんだって。あ、そうな。うん。でたん手抜きにご飯の奥さん。えー。でもあるだけで嬉しいよな。ご飯うん。僕もう賞味の話、ほんま極論だけど、うん、日の丸。 ご飯でもめちゃくちゃ嬉しいもん。うあし日の丸ご飯だわ。全然いい。あるっていうことだけでも嬉しい。まあちょっと塩昆布でもつけとくわ。うん、<laughs> お邪魔します。今日もゲンスです <laughs>。僕ね、前はね、まだこの M の辺はちょっと来てるけど、後ろがやばいんだよな。後ろね。今日もあの会社の後輩に、 スオさんってちょっと上から見たときあったんですけど、うん、ハゲてますよねって。<laughs> 結構ストレートだね。や <laughs> かましいわ、<laughs> ガーミンのお返しはますますの使用対応です。あ通常です、通常。<laughs> うん、通常モードで使用対応なんで, <laughs> で,なんで怒ったときはすごいですよ。後ろのふすを開けたら、ゆうたさんのプレゼントありますよ。それなかったんですよ。それがなかったんですよ。あるのかな <laughs> こんばんは、出遅れた365日送ってるとか言ってみたいあ48歳、昭和組女子です以前から見かあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆかちゃんのフォーム大好きで私の理想です。あバナナの握り方はバナナの握り方っておかしい。<laughs> グリップは基本的に私、本当、ゆるゆるです。<laughs> そうだな、左も両方です。 でドライバーからパターンまで。全部一緒ですで。30ヤードのアプローチとかも10ヤードのアプローチもゆるゆるです。はい。ですね。うん、全部一緒です。リコカツ見てますか見てますよ。でも、でも先週はアラジンを見たくて、うん、リコカツは TVer で送り、あの、見ました。その前はタイタニックはタイタニックは<な>リコカツがあったから見ないって言って、<laughs> 見なかった。 で僕が下でタイタニックを見たと。そうです。追いやられたんです。あら僕のがうかさん愛してますだって。ありゃ。ありゃ。それは聞き捨てならんな。今日も暑いなって。<laughs> つま先上がりのラインで打てません。つま先上がり。<く>ちょっとクラブ短く持ってボール真ん中目にしてワンクラブ上げるとか、うん、どうですかね。うん 喧嘩すするることあるんですかほぼないな。なんか一方的に起こって終わることはありますけど次の日起きたら普通ですね。寝たら忘れることもない僕がなんか変なことばっかりするから多分嫌気がさしてイライラするんだと思う。<laughs> あ、ユータさんのスイング、力みがなくて、すごく参考にしてあ、<ー>ほんまですかありがとうございます。お世辞でも嬉しいな。うん。僕でもな、多分あの生で見たら、汚ったなと思うと <laughs> 結構、野球打ちよね、完全に。うん、完全に野球打ち。打てりゃええんよ。あなた何もだっけ。ありがとうございます。ありがとうございます。ますライバル出現ですね、本当に。ライバル出たな。渋子とコラボしたら、あっという間に。あそれ。 無理だなこれがね2年前だったらまだ、うん、渋子さんねうん、うん、もうあっちゅう間に時の人そうそう雲の上の存在です先日コンペでクラブを短く持ちラウンドしましたあーやっぱり短く持つといいんだろう、ね、いやでもほんまにこれはマジでおすすめ距離なんだったら伸びるしなうん ご夫婦それぞれの血液型は私 A 型です。僕はゴリラです。なんだそれ ?B 型。<laughs> なんだそれゴリラって B 型しかあるわ、ね。あ、そうな、うん知らんかった。馬の血液型って何種類あるか知っとる ?A, B, A, B, O, A, B。C とか三兆個あるらしい。<laughs> <laughs> <laughs> 玄関でズボン脱ぎっぱなしに、いや、ほんとあれ謎ですよね。なんで玄関にズボン置くかなと思って。なんか洗濯物入れようと思って、入れようと思ってなかったでなんですよ。暑かったから、あんなとこで脱いだんですよ。かもしらんな。<laughs> ゆかさんのスイングめっちゃ綺麗で、惚れ惚れしてすありがとうございます。僕はね、ゆかさんのすべてがね、綺麗でね、惚れ惚れしてるんです。県なんで好きなグループがありますか <laughs> うーん 県南の方はあんま行かないな行かんなどこだろうと東、うん…まあ東地方か今日綺麗でしたけどね県南行かんよな県南行かないな県北…というかあの…北方とか綺麗だなああ北方とか綺麗ですね北方はほんまにあの十二月から三月末までかなうん、うん、冬季料金で最近断頭なんだけど もう全然あったかいときとかいけるからめっちゃいい。今平さんも短く持って飛距離変わりませんって言ってました。そう、これは僕がやったきっかけは今,今平さんの YouTube を見てやってみようと思ったら、うん、めちゃくちゃよかった。おゴルフ始めて2年弱でやった70。え、すごいおめでとうございます。何年で 2>, ?2 年で。2年で 70?4。えぐすごい。 センスあるまくりな。あるまくりな。ありまくりね。ありまくり。ありまくりますね。おめでとうございます。普段はどこのゴルフ場が多いですかまあ、8割型お靴割お靴ですね。お靴はほんまにいいです。うん。マジでおすすめです。えー、ゆかさんのスイング本当目標。いや、でも実際見るとすっごい汚いかもしれないですよ。<laughs> なんか皆さんが言っていただく。 のははありがたいよなででも本当、うん、に a と b は意外ですゆかさん振り回されてるのでは確かにブンブン丸なんで僕 <laughs> ゆうたさんもよくさんとゴルフしてたらやっぱりうまくない,いや私うまくないうまくないけど僕でも基本あんま変わらんな <laughs> 誰とってなるとも <laughs> いやいや 私とやっってててくなりましたかってああ、でもそれはあるんじゃないうんでも腹立つな負けるからうますぎて勝負ならんもんなうん優太さんからの神々祝福受けましたか今日も噛むばっかりしてますよでもねおめでとうは多分噛まんと思うさすがさすがに <laughs> 北部じほぼ地元です。ちょこっとレッスンお願いします。今の朝ドラのヒロイン似てる。なんか誰か、この方かな。誰だろう、誰今の朝ドラって清原なんとかさんっていう方思ったけど、わ、えー、からんな。長崎に来たことは僕はない。 あるゆかちゃん鳥谷さんがってとこ,こここここ行ってるから今ああすいません、うん、ちゃんと見てはい優太さんどこファンですか野球じゃ野球の話なんじゃないかなこれ野球は広島か日ハムも好きだったけどでも大谷さんも抜けたしへかなでマー君帰ってきたから今楽天かなあそうなんだ、うん 私は巨人ですそうなんずっと昔から巨人お父さん阪神でいつも巨人対阪神がある日はあの2、ー、人でなんかいろいろ言ってた「はいとか「はい巨人の勝ち!」とか <laughs> そんなん言ってた、ね、で僕の友達のおっさんは「うん、おお打った入ったこれ絶対入った!」って普通のボンボン,ボンレフトフライでも <laughs> はい、グローブに入ったーとかっつって。あ、なんでそりゃ。そうもんないわ、つって。ミンゴルだったらどっちがうまいですかミンゴルしたことないんですよ。絶対僕。マジ,マジでうまい。ゲームはあんまやらない。うん。だから、それも YouTube 撮ろうや、つっても、ゆかちゃんもほんま負けず嫌いやから。あの、いっぱい練習してから撮ります。うん。多分2、3年後かな。OK、うん、頑張ろう。お靴って茶店でワイン飲みふ。え、いやいや、ないです、そんなの。 茶店で、茶店無人ですよ。自動販売機しかないです。茶店が存在せんかもな。茶店というか、まあ、小屋、まあ、茶店でしょ、あれは。うーん、人はおらんよな。人いないですよ。トップ、ドライバーのトップを上げすぎないです、敵です。何か注意してることありますかっていうと。僕、うん、体を硬くしましょう。何 <laughs>、<laughs> そのな <laughs> 僕、マジで体硬いんよ。 だから言ってみたら逆にこう回らんなよな、こっちに。うんうん、だから浅く見えるんだと。へ、えー、壊滅的に僕、体硬いから。ゴルフさん見てから、広島出身の知人に岡山、来たいと会うトを見たらこねてます。ぜひ来てください。まあでも今、今広島コロナがな、ね、岡山もすごい落ち着いたらな。うん 今平プロが通ってプロになった練習場で練習してるよ。今平プロが通ってね、うん。すごい飛ぶよな、あの人。うま、ん、すぎる。えっと、何な何になにどこまで行ったっけああ2年弱。ゆかさんをゴルフ場で例えるとゴールデンバレーです。そうなんですよ。ゴールデンバレーの女。んなんか誰か。 ゴールデンで撮影してくださいって言ってたな。うん。したいよな。いやもう多分撮影どころじゃないと思う。<laughs> うん、ただ7月の14日かな。うんうん。ゴールデンバレー行くことになったんです。あそうなんですよ。 ゆかさんとゆうたさんにお会いできたら感激して泣いちゃうと思います。ええー、多分、ブサイクすぎてびっくりすると思いますよ。はい、<laughs> ツアーステージさんってもそれこそ初期の方やでそう、初期の方よ。<あ>知ってる、知ってる。ありがとうございます、いつも。プロポーズは噛みましたか噛まない時がないから。<laughs> これ面白かったよね、プロポーズもなんか。お父さんとお母さんに相談してから返事するね。<laughs> 言っちゃったんだ私言ってたなう <laughs> んどうしよっかなお父さんとお母さんに相談します <laughs> いやかましいな <laughs> びっくりやで愛情は表現しなければ伝わらないですかねああ松岡修造さんと同じくくりですかねああ<ー>なんか海外行ってたじゃん留学、うん、だからなんか結構 そういうのないこう、多分う外人、衛生外人みたいな。いや、でも、やっぱ嬉しくない <laughs> 例えば、ね、車の扉開けて、それびっくりした私。扉、何、レストランとか行っても扉開けたりとかさ、うん。最初、一緒にご飯食べた時、助手席開けられたんですよ。ドアを。 でも、<え>ゆカちゃんはそういうのを抵抗あるんだよな。びっくりして、あ、自分で開けますって。<laughs> あ、自分で閉めますとか言って、乗 <laughs> った記憶があるで。でも、まあ、好き嫌いがあるんかな。うん,うん。あー、亀地という食堂、卵かけご飯食べに行ったんだって。うん。ありますね。なんか、一回行こうって言ってさ、行かなかったんだよね。お靴の近く違うよ。三崎町だよ。うん。卵かけご飯。うーん。<laughs> 中村倫さんのドラマ見てますよ、TVer でおかけしました。うん、いつも寝るの早いんで、私。ロッテも応援してください。ロッテね、最近いろいろありましたね。<laughs> あの人か、うん。最強やと思う、あの人。すごいよね。うん、あら、どこまで行っちゃった,ったこの間、ゴルフ夫婦さんの受付の打ちっぱなしで、え、アイアン池に投げた人がいたんだって。へぇ、うん。えー それはもう腐ったバナナやってったんやろああ<ー>、<laughs> 知らんけど。悪影響じゃん、ほんまやな。<laughs> えー、すごい。長島さんの引退10ミリットル。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、絶対腐ったバナナだ。やめた方がいいかも。ほんまやな。要注意やな。負けたくないから2年って本気ですいや、本気ですよ。何事も勝負は本気で行きますから。うん。 パターを打つとき、いつも平常心保てず入らなかったらいいってなるし、そうなったらもっと入らなくなるし。ああ。目つむったいんじゃないですか。外れる、私いつも外れるもんだと思って打って、入ったらっきーみたいな。<laughs> ま,あま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 あ、ハードルを上げないことは大切だよな。うん、それはあると思います。うん、入れてやろうと思ったら多分、体とかに力入る。確かにな。 外れてもいいやぐらいの感じでいくといいかもしれないです、ね。うん、結婚式おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ミゴルフコンペほんま楽しかったですね。楽しかったよな、まうん、うん、楽しかった。肩、トップ、トップ。そう、上げない。<laughs> 上がらない。そういうことです。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ゴルフ夫さんもコンペお願いします。 ね、<laughs> またコロナ落ち着いたらちょっと考えてみようかな腐った罠なうまくいきませんあれねどう説明したらいいんだろうなまあ同調が大切だよな多分クラブと体のまあうんそれもあるけど難しいよなでも合うはわんアアワンがあるからな確かに。 あ、さっきインスタ見て速攻参加です。ありがとうございます。あ、今、あの、モズアイアン、オンラインストアで、シダ用が、注文というか、できるんで、ね。うん。それしていただいたら、打てると思います。工場行ったら、なんか今、工場に、なんていうんですかね。工場は、でも、基本的に、あの、 お客さんは基本的には受けてなくてそうなんですよ。なんか受注も多くて結構忙しいみたいで。うんうん、でコロナもあったりなんで僕らはもう行ってないんですよ、今。確かに。うん,うん。教授来たらご褒美で友達になってくれませんか友達 <laughs> <laughs> ブ,ラジブラジルからブラジルの皆さん。なんだっけ、そのネタ。 ブラジルの人ーアプローチは何を意識してますか基本、転がししかしないんだけどな、今日、今日、アプローチもぜひ不調だったな。あ、そうな。ういえば珍しいな。今日何してもダメだったな。<laughs> 緩まないことじゃないですかね、やっぱ、アプローチ。ーん緩んじゃうと。ねゴールデンバレーでコンペします。<ー> YouTube の S さん来てくれる。誰だろう S S って誰刺身さんかな違うかな分からんなあ。あら、夜勤なので残念だけど、ここまで。ありがとうございます。夜勤前なのに見ていただいて。無理のないように頑張ってください。<laughs> 頑張ってください、お仕事。ああ、おお、助手席開けられて、あ、自分でやりますよ。し <laughs> す <laughs> そら、お父さん、<laughs> お母さんに相談するわ。<laughs> ジェントルメンやね。<laughs> ああ、面白い。ゴルフ観光旅行に行きたいです。おすすめの観光スポット教えてええー、どこだろうやっぱ美観地区岡山、うん、美観地区美観地区そう、行きたいんですよ、私も。行ったことなくて。いろいろね、いろんなお店もあるし。アウトレットもあるしな、あの辺。ああ、そうですね。確かに、確かに。うん、ゴルフ場、ゴルフはどこがいいかな 岡山県、うん、北からだんだん南下してたり北棒でゴルフして、うん、夜は岡山駅周辺に泊まってその次は美観地区を散歩するみたいなああで木の城か、うん、東寺が丘か JFE か確かにね確かに確かに誕生日おめでとうございますありがとうございます雨の日も育ったバナナでいいんですか ですね基本的に雨降ろうが雪降ろうが晴れだろうがグリップの握り方を変えないですそうだなうん稲見選手の今シーズンど,うどのように思ういやす,すごいミンゴルやなあの人、ね、マジで最近あんまりゴルフ番組マジでうますぎるわだって大会の最小ストローク 4日間で15アンダーだったっけで、それを2日で15になったんだろううん、すごい十、ね、14か15か知らんけど。うん。バケモンや。あ、コニタンさん竹部で勝負。ありがとうございます。勝負。ゆかちゃんと <laughs> ゆうたくんもじゃないの、それは。ああ。あ、竹部で勝負。うん。はじめまして。ゆかさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ゆうたさん、イケメン ありがとうございます。イケメンこれはまた連絡しとかなあかんな。あ、さんだって、足高さん。<laughs> ありがとうございます。ブラジの皆さんはユうタさん言うと思いました <laughs> もう僕がしょうもないこと言うてるって、もう大体わかるんやろな。<laughs> 誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2 <laughs> 切らなくてもユうかさん付き合ってください。<laughs> それは不倫というものになってしまうのではないでしょうか。<laughs> 法的に罰せられるやつやからな。<laughs> 8個目です気をつけていつも書きながら応援してるありがとうございます。大々的に応援していただいてもすごい僕たちはうれしいんで。はい、<laughs> お願いします。岡山はソフトボールも強いですよね。そう、ヒラキンっていう世界日本一とかの。あの男子の、うん、ああはい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 。神奈川とかその辺の。はいはいはい。金に変わって書いてある。 どこだったっけ結構おめでとうございます。ありがとうございます。ます誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。関東来ることないんですかあ、ナミさん。関東。空ナミさんに言わ,れたら言われたら行きます。うん、<laughs> 絶対行きますよ、うん。行きますね。言われると行きます。プライベートではないね。プライベートは僕は若い時は行ってたけど、うん、今はな。 行うん、うん、かないかな。確かに。モズコーディオありがとうございます。シダクラブ頼んでみてください。ハピバー。ありがとうございます。ロゲインあ、ロゲイン。育毛もだって。<ー>なんだっけミノキシジルがいいんだっけそう、ミノキシジル。リアップはダメだったな。あ、リアップね、ダメだったね。うん 合わなかったね。お二人はデサントコーデが多いですよね。そう。多いですね。ただでもあの、ニュースタイルゴルフ、ナミさんなんではいはい。てゆかちゃん、どうしてもらったんかな、ナミさんに。ナミさんからプレゼントでいただきました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったよな。うん、すごい良かった。私結構肩幅広いけど、M サイズで入りました。なんかその、 スカートもちょっと A ラインが入ってて。そう,そう、あの、ビアーって感じじゃない。ビアって。<laughs> こじじスタイリッシュで。うん。で、トップスもすごいなんかフィット感あってな。そうそう。生地生地感すごい良かったので、あの、女性の方とかね。うん。多分好きな感じ。モックネックがやっぱり可愛いんだそう、モックネックが今いいな。そうそう。男性の方も着やすいと思います。でももう売り切れるかもしれんな。確かに。うん。 あとあ、ニュースタイルゴルフさんのソックスも。うん。イオンスポーツとのコラボのやつだ、はい。あのー、ハイソックスあれ、すごいかわいい。うん。ね。短いやつもかっこいいよな。短いやつもかっこいい。あの、女性の方、ハイソックス、ちょっとまだ買ったことないとかっていう方、ちょっとぜひ買ってみてください。ナミ、うんね、さん、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。 ゴルフボールに、うん、ゴルにゴフ夫婦さんのマーカー作ってください。マーカーマーカーみんな作ってるもんな。なんゴルフ夫婦フのロゴもないんですよね。そう僕ら YouTube のあのトップガもないから。確かに <laughs> あ。あれもないのに。なんかみんなね、あれあるじゃん。ポーズみたいな。うん。キャラクターとかな。そうそう。ナミさんのキャラクターかわいい。いあ,れあれかわいいよな。ほんとかわいい。 西さんもうん。ゴルフボールにラインを書くか書かないか迷っていますパッとで気をつけてることを教えてください私はライン書いてないんですよねなんか線がいっぱいだと迷う、うん、迷うっていうかな <laughs> あれでも結局な僕思うんだけどそのボールのラインの合わせ方も練習せんといけんと思うんだよなうん、うん、あー まっすぐ置いたと思ってもまっすぐ置けてない場合もあるから確かにも,うなんかも適当でいいのかなと思うパターは何を気をつける肩を平行に動かすとかですかね,ねああ<ー>よう言、ん、うな。うん、でフォローで打つ感じ。そうそう。打つというか距離感。後ろを短く、前長くみたいな感じですかゆ、ねうん、っくりやるな、ゆかちゃん。うん 使用しているモズのナバーン屋のロフト何度ですか何度だわからんな。パッとわからんな。何度だろうわかんないな。ちょっとまた調べときます。うん、<laughs> ごめんなさい。うん、あ、スーパームーン。なんかこっち曇ってたよね。うん。今日皆既日食ではない。スーパームーン。皆既月食月月。月ああ。 てっちゃんの妹だったんですねえ誰わ <laughs> かんないてっちゃんの妹です <laughs> てっちゃん、ゆかちゃんのお,とお兄ちゃんはい。ゆかさんお誕生日おめでとうございますありがとうございますありがとうございますマーカーのグッズうん。なんか僕らそこまであるんだよな <laughs> 確かにねまあなんか そうやって言ってて言いただけけるのはありがたたいいいど欲しい方いますただでも <laughs> ナミさんはナミさん西さんみたいなこう別々ちゃんと僕のマーカーを一人ずつ単体で分けて一緒の5050 50で発注して50売り切れました、うん、50売れ残りました <laughs> みたいなた嫌じゃない絶対私売れ残ると思うよ絶対ないわ一緒にラウンドしてみたいです ぜひ機会があったら。機会があればプロポーズないのも3か月で結婚してました。へー、すごいな。いそれは運命ですね。うんうん、マニュアカンツリーでユうタさんというかさんとラウンドしてみたい。マニアは私、数回しか行ったことないな。マニアも綺麗だよなうん、うん。付き合ってくださいの人はまさかロッテの人かな。 K さんユウトさん、ハーゲンスを使わせていただきます。お願いします。ただこれはもうさっき冒頭でも申し上げたように、亀代さんの、ね、亀ロさんのものなんで、<laughs> 僕も使わせていただいてる身なんですよ。<laughs> なんかあったかもさでも自分自分かのように言ってなきゃそうそう。いや、僕がなんかこう、<laughs> ちょっとあげて、いろいろコメントいただいて、うんうん、だから僕の。 持ちネタって思ってる方多いと思うんだよな。それがなんか申し訳ないなと思って。すみません。あ、ジさん、たけべの勝負読んでぜひ、ぜひお願いします。ユータさんの陽キャテンションとゆうかさんのブレない拒絶が最高のハーモニー。ー拒絶拒絶,拒絶 <laughs> 奏でてるんだって。拒絶。 だっほんと見てて面白い。ぜひ神奈川へ。神奈川ね。あっ、サーセさん、神奈川なんや。へえー、ほんとだね。うん。ユうタさんからのサプライズプレゼントあの、え、どこ行ったあった。これですよ、これ。ガーミンです。ガーミンです。 いいですよ。ねえ。うん。2人のプレイを間近で見たいです。私、結構、いろんなとこ行けますよ。シャンクもするし。普通だよな。多分もう、本当に。淡々とストる。普通、ストルし<と>る。ス <laughs> ト <laughs> 普通の女の子がただただラウンドしてるみたいな。とりあえずね、<あ>なんか、あまあ、まっすぐだな。ああ、どうせパーなんだろうな。あバーディー入った。 おめでとう。ああ、次もまたまっすぐなんだろうな。はい。って感じです。<laughs> あ、腐ったバナナと、短めにクラブを持ったらいい感じに球が飛んでいくようになりました。ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそ。お力なれて。え、最近会社の後輩にゴルフを教えてますが、とりあえずゆかさんのインスタ見ろと <laughs> ありがとうございます。<laughs> イメージスインなっんとかな。 ゆうたさん、いつも履いてる白のパンツ、なんであんなピチピチなんですかピチピチね、お尻が大きいんよね、ユー、はい、く君。いや、僕、ウエストが細い割に、ケツがでかいんかな、多分。ほんでピ、白のパンツに限らず、黒でもピチピチなん、ね、確,か確かに、確かに。ミノキと、あと、フィナステリド。へえ。なんか、いろいろ教えてくれるなうん。女子プロの綺麗なスイング、誰が一番だと思いますか うん岡山理恵さん。ああ。でも私やっぱイボミさん、綺麗だなって思うの。ああ、シンプルだよな。うん。笹生優香さんとかな。確かに。優香さん、なんでそんなに優しいんですかバファリンですから。回答になってない。<laughs> いやいや、バファリンの半分は優しさでできてるんだろう。っていうこと。 そんなん商品目線に決まってるやんか。イ <laughs> <laughs> かちゃん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。にすごいな、<ー>50歳になってから。うん、あ、くったバナナのアドレスのおかげでヘッドが走るという感覚を初めて感じるようになりました。おお<ー>。すごい、でもすごいな。あ職場の仲間にゴルルフチャンネル進めてます。ありがとうございます。 みんなに届けああライン書いたらド,ドライバーのフェイスとかにペンの後の。あ、つくのかなあれ。あれ、あれつくつく。あ、そうなんだ。つか、うん、<ー>んやつもあるんかなたぶん。わからんけど、僕はつくな。 今日は甘えるのですかもしゴルフ人生をジュニアからもう一度やり直すとすればどういうコーチに就くとかどういう環境で始めたいとかああ高校行ってその後大学行ったんですけど高校行かずにどっかで研修生とか研修いや、うん、大学行かずに大学行かずにいやどうなんだろう 海外行ってもいいいんじゃない確かにねどうどうなりたかったんだろう <laughs> 難しいよなプロになるっていう感じではなかったんでうん確かに海外の大学でゴルフをしたいっていうのはあるかな確かにそれはあるかもお金があればもう一回行きたい大学はうん今日は甘えるのですか いつも通りです。<laughs> 塩対応です。塩対応。あロゴとか募集してみたらどうですか。確かに。なんかいいやつあったら。お前な。うん、表由香さん、裏裕太さんとかでいいんじゃない。ああ<ー>。裏面しか使われなかった、やだな。で、当たりが入ってたら、両、両面由香ちゃんとか。ああ<ー>、外れは両面僕とか。いらないだろうね。<laughs> 多分、池に掘り投げた、ね。う <laughs>、ね、<laughs> 私も両面とかなって、も多分いらないと思って。 <laughs> いや秘訣はないですよ、スイング。うん、自然にできた形。うんでも、シャローではないですからね。モザイアンはロフト立ってますね。ちょっと立ってるちょっと立ってる。立ってますね。うん、運命ですね。ゴルピアのユウちゃんがやってるのを思い出した。ゴルフ,フグッズ欲しい。本当ですか 嫌気さして多分池とかに掘り投げるんじゃないですか。<laughs> あーくそとか。<laughs> ボギーだったとか。<laughs> でもナミさんのあのマーカーでベストスコア出てるらしいですね。すごいよな。ゴルフ夫婦のマーカー使ったらワーストスコアになるとか。ああ<ー>逆にでもそ,それはそれで面白いな。<laughs> パターのラインありがとう。私も合わせるのやめようと。ゴルピアの広さんもセリーアプラも合わせないんだ。 ああそうなんですね。うん、最近でも書いてる人はあんまり見ないですけど、ね、確かにな。うんあの。ボールにもついてるじゃん。あのうん。ね、キャロウェイとかな。そうそうそう。なんで、なんでゆったり振ってるように見える力がないんじゃないな力がないから、もうただ単に力がないんですよ。うん。迫力もないし、なんかもうとりあえず柔軟性だけで飛ばしてるっていうかね。うん。そう ああ、ガーミーになれた。こういう。ガーミー、でもちょっと高いですよね。プライス普通というのに言わんですよ。<え> <laughs> どういうのわかん、どういうのだっただっけ何の話してたっけわからない。もう忘れちゃった。野球経験者あるやべやね。ケツピチピチ。<laughs> んんは誕生日おめでとうございますありがとうございます。やっぱりゴルフはったの佐伯さんだ 佐伯さんあほんまやありがとうございますお世話になりましたありがとう番ホールでね一緒に途中からボール拾い波ゴルフさんのコンペにさせていただきましたすごい人だったよな私が勝手に喋りかけて一人でひたすら喋ってましたやっぱゴルフは楽しいですねゴルフはほんま楽しいなバファリンはお母さんだけ 中高下宿の後輩。ええー。中高下宿。え、どこの誰のゆうたくんの僕、中学校は地元やからな。下宿。高校はできたけど。ここうん。小畑ろうわからんな。 大学行かずに海外にどんな選択肢でもユウタさんとは出会ってそう, <laughs> そうですよ。<laughs> そうかな僕がね、あのレーダー探知機つけてね、ユ <laughs> かカちゃんどこにいるかな探すんでし。しょうもない。会社のコンペに反響をせっに参加させられたところから。へー。夫婦そろってハマってます。そうなんだ。いや、ハマるよな、でもほ、うんこのま。確かにね。ゴルフは面白いもん。あ 田口三日月カントリー綺麗だったって安か安いんだよね何本ぐらい平日6 0 0 0七7 0 0 0ぐらいかな3コースあるんだっけ違うの3コースはないか嘘ばっかりついてるかも <laughs> 夫婦でいい趣味ができて健康的やしゴルフ最高いや本当にねいいんですけどねやっぱ土日行くとね2人で2万コースとかなるとね、うん、節約ですよ <laughs> その日の日はおめ干しだけですよ。ゆうたさんに甘えることはありますかそれはご想像にお任せし <laughs> <laughs> あ。シャンクしたときの修正方法、シャンクするとなかなか治りません。シャンクの修正方法、現場での修正方法ってもう遠くに立つぐらいじゃない。うんか振り切る 合わせにいくと余計あれなんじゃないんですかね重くそ振ったらいいんじゃないうん確かに。わからんけど。うんうん。古風 <laughs> さん結婚して今後そういうときということにあたってどういうことを注意していこう考えたりしてますかえ干渉しないとか。<laughs> 興味を持たないとか。<laughs> 今日もてよ <laughs> 塩対応をするとか。お互いに感謝してたら、それなりに続くのかな。うん、思いやりじゃないかな。うん、結局、知らんけど。ゆうたさんは体硬い、す激硬いそうですが、ゆかさんは硬いですかあ結構硬いですよ、私。言うても柔らかい方じゃないうかな。うん お二人はゴルフしてなかったら何のスポーツしてますあ私でも昔バレーボールしてたからな僕もずっと野球やってたからな<ー>でもゴルフ以外はなんだろうね想像つかんねクライミングとかかな <laughs> なんでそんなとこ行ったっけいやあれって家庭が大事で登山と一緒でまあ ってみたら1時間2時間で達成感を味わえるんよ確かにでクライミングって1回、うん、の登るのに、まあ、10分もかからん,んじゃないかなそれで達成感を味わえるってすごいいいことだと思う、うん、僕はテッドルバイクうーん何してたかな私バドミントンとかああ面白そうやなうんユ <laughs> さんの例だから逃れられないと <laughs> <laughs> 私、照れくさそうにしてましたか <laughs> 実は嬉しいんだよな、赤ちゃん。そんな。<laughs> 誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ます私、何か、どっか飛ばしたよね。大丈夫か。うん。37歳になってゴルフハマってる。半年経つけど100の壁。ね百 100, 100切れたら今度90とかってね、難しいけど、その時期が一番楽しい。そう、楽しいよな。うんうん。 なんか、ゆかちゃんぐらいになると、まあ、研修生の人とかと一緒に回ったりもするけど、うんうん、したこともあったけど、うん、なんか、ゴルフが楽しくなさそうなんだよ。なんかね、やっぱそれでお金稼ごうと思ったらやっぱり大変だと思いますね。でも、その100って、うん、もう全人口、ゴルフ人口、うん、クラブを持ってて、年に1回か、行くか行かないかっていう人も含めたら、えっと、 10%だったかな100切れる人口って。だから100前後の人ってもうまいんですよその時点でうん、うん。平日行けると安くていいですよね。そうなんですよね。平日行くと安いですよね。うん。うんとアウトサイドインの直し方教えてください。インサイドアウトに振りましょう。<laughs> あのアライメントの棒とか置いて。<laughs> 練習するのいいいかもしれないです、ね、そう、こうちょっと斜めにアライメントを置いて、そこに沿ってっていうことだよな。うんうん、トップから振り下ろすと右肩が出てしまい、スライスが出ます。何を気をつければいいかアドバイスください。僕もそっち系やからな。どうしたらいいなんかシャフト あーなんかあれしてたねこう思ってこうするうん要はこう出るわけだが確からそれがこういう動きを癖づけたらななるほどなるほほどどいいのかなと思う私のスイングでもほんと麗じゃないんですよ綺麗じゃないんです 今平だほういいですね。ミートリッ上がりすや、ウッキープリートも高くなるし。うんうん。いいですよね。うん、マーカー欲しいです。持ってるだけで上手くなるし。はい。ユうジさん。お <laughs> 誕生日おめでとういこう,いう方もいつもあのインスタコメントくださる。うん。あ、ちゃう。どこ行っちゃった 誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あ、昨日誕生日でした。おめでとうございます。おめでとうございます YouTube 何回も見てます。ありがとうございます。毎回見てます。あ,あ毎回。い<や>ああ、そりゃそうだな。野球とゴルフの両立しましたが、スイング悲惨なことになったので、野球とお別れしました。うん確かに、ね、野球してる方は難しいと。うん 先月から私の事務所に作業高校、渋野プロの同期の子が入社しました。え千葉県で誰だろう三つ下四つ下三つ下か。渋野プロの同期の子。えわからんなわからんなえしかもソニ,ソニーソニーソニー、そ、ではないよなさすが。<え> <laughs> どうやってユカさん捕まえたんですか若いビジニアが欲しいです。僕のね、たぶんね、フェロモンでしょうね。うんうん、そんなん感じんかったわ。うんうん。おめでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ます妻はゴルフ始めて。へえー、ゴルフ夫婦になりました。お<ー>お,おテニスね。 テニスする人ってうまいんじゃないうん、確かに。でもテニス日焼けしするじゃん。あれしんどいよななんか暑い日にさ、ずーっと外でしないといけない、うん、みんな真っ黒だった。アドレスで右肘は体をむくって合ってます体えワッホーさんじゃない違うんじゃないいや、多分ワッホーさん。 マッホーさんだマホーさん <laughs> おめでとうございます <laughs> あ。ありがとうございます。ますこれからも YouTube 頑張りましょう。<laughs> あ,りうありがとうございます。すいません、いつも本当に。ありがとうございます。皆さんもワッホまっちゃんさんの日常のチャンネルめちゃくちゃ面白いんで <laughs>。私、まっちゃんさん好きなんですよ。そう、ゆかちゃんが今、めちゃくちゃハマってるよな。まっちゃんさん イヒヒヒヒっててでもゆかちゃん最近なまっちゃんじゃなくてまっつんなんであそうなんだまっつんこんばんはじゃあまっつんこんにちは,コンコンはこん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 にちはって <laughs> まっちゃんさんね今日個人的にすごい好きなあまっちゃんさん来てくれんかな YouTube で出ただけで「はぁ!」って言って「はい <laughs> 出た!」って「まっちゃんさん出たー!」ってしかもあのまっちゃんさんが何あの僕たちがスパチャー送って「うんうん、ありがとうございます」とかって送返してくれるからんその時ゆかちゃんもうめちゃくちゃテンション上がってるからな「<laughs> 帰ってきた!」とか「やあまっちゃん!」って言ってる言ってる言ってるよな うーんと初めて声をかけて第一印象をてああどうだったかな一瞬警戒しましたよなんだこの人みたいなまあまあそりゃそうやわなうん私全然一人で練習場とか行くタイプなんで、うん、だってプロポーズしてお父さんお母さんに相談するっていう人ですよ <laughs> それはもう警戒心なかったおかしいやろお母さんに怒られたわ 須藤さんに失礼じゃないなって言われた。えそうかなって <laughs> 言ってた <laughs> 野。野手野手なの投手。僕ここはね、投手以外です。うんキャッチャーとかやってたな。北海道クラシッ,ク,ッ北海道クラシック出ました。ピッチェー、えー 100なかなか切れない難しいですよね。そこの100の壁が一回切れると、うん、トントントンとね、90代いくんだ、ね、そうそう、なんか壁って結構あるよな。その全部の。100、90、うんうん、80、70。確かにそ。ワッホーさんも言ってたんだけど、うん、プロテスト受かる前に、初めて70が切れたんかな。うん。そうなのほんで、そっから、 えっと、ハーフが30を切ったんかな。へ<ー>でそれでなんかその壁を取っ払えてなるほど、ね、そっからどんどんスコア出るようになったんだってふとした時にそれが切れたりするんよね。でもそれってなんか陸上競技とかでも一緒だけどその日本人が桐生選手だったっけ、うん、?10 秒切ったがん。切った、ね、ほんでそっから立て続けに か,分からんけど日本人また切ったりとか,か,かだからこれ日本人アジア人でもできるんだって思うのが多分先入観が外れてうん、うん、プレッシャーもなくなってでも渋子ちゃんも勝ったりとか確かにねで梶谷翼さんも勝ってその後影響を受けて松山さんが優勝できたみたいなことも言ってたりとかするらしい真面目な質問なんですが球場を切るために意識してたことって何ですか やっぱパターじゃないですか、うん、グリーン周り。うん、スリーパットしないとか。あと OB をいかに打たないかとか。あ<ー>いかにダボを打たないかとか。うんうん、確かに。誕生日ありがとうございます。ありがとうございます。練習場が割引になるので残念ですが行ってきます。あ、もうそれは行ってください。<laughs> それは行ってください。<laughs> 残しときますのでまた見てください。自分も100切れなかったね。おお90、え キ前に9 0<ぐ>ごい。それはすごいな、うんうん、おめでとうございます。手の届く範囲にクラブがあるのを丸く好きあるあるで笑ってしまう。寝る前とかいつも素振りしてるんですよ、うん、寝る部屋で。いや、なんか誰かに言われたんだけど、その姿鏡でアドレスを毎日チェックするなって、別にスイングしなくても、それだけで上手くなるって言われた。うんうん 彼女がウッドでピンを刺してたからナイスショット言ったらグリーンオーバーしててナイスじゃないしって怒られました。あ<ー>あ彼女にとってはナイスではなかったかあ。まああるよな。グリーンオーバーしてたけどいいショットだったねとかって言われるとまだあれなのかな。あ<ー>私もたまにねあるちょっと右たときに言うとナイスショットとか言われていや右だったしみたいな。あいやでもユカちゃんの右って 例えばセカンドの130ヤード残りますと8番アイアンで打ちます、うん、あー右いったー言うてピンいやいやそんなことない,いやいやほんまそうだっけどいやいやいや右って別に全然ないそうんじゃなって思うんだけどだかあれかなすごくいいショットだったねみたいな当たり障りない感じで言われると<ー>うんそうなんだけどねグリーンオーバーだったわみたいな感じになるかもしれない。 まあそこはグッとこらえて一瞬のことなんで、あごめんごめんとか、あでもちょっと見えてなかったな。まあ次頑張ろう。もうグッとこらえるのが一番じゃないでもこの彼としては、せっかく言ったのにみたいなこともあるまあもうそれはあるね、絶対あると思う。ただでもその怒るっていうのは自分を出せるっていうことだから、彼女からしても。うん気使う人だったらんん、ああ、確かにね。怒れんが。 ということは彼氏さんに気を許してるってことだと思う,うんポジティブだないやでも絶対そうだと思うなるほどねうんでもそんな感じでいい今の良かったね当たり良かったねみたいなうんだからそこまで頼りにされてるっていうことだと思う、うん、彼氏さんは動画見てる限りめちゃくちゃ綺麗ですいや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 それがねそうなんです何言う,うちの絵も綺麗なんです何言うとんさっきの言うたかのおきもう一回やってくださいって こうんこうじゃなくてわかる、うん、こう要はったらさこっちをこの左を引っ張ったら手がくっつくみたいな感じでしょうんそういう意識横うどうじゃん,ん運動じゃなくて縦わ <laughs> <て>かりましたか大丈夫ですか いやでも僕、アマチュアの僕に聞いてもちょっと、何信憑性はないけど、もう僕はそういうイメージでやってますどいいど。どうでもいいことなんだけど、岡山の方どうでもいいことなんだけど、広島が今日、試合からオリーカもらって、さばいて晩酌しております。二人はお酒飲まれますかいや、僕はね、もう引退しました、お酒は。私も大学生の時結構飲まされたりしていい、 2>, 2日酔い経験してからも全く飲んでない全くではないですけど家では全然飲まないよね2人とも、うん、基本的に水かお茶か牛乳かお酒に対しての入りが付き合いでしかなかったから、うん、なんかあんまいいイメージはなかったんだよな私はあの例えば一緒に誰かが飲みに行った時に飲む方であれば車じゃなければ飲んだりします、うん、うんっていう程度です飲んだら飲めるなそうそうそう ワッホーさんのショートコース動画と右手のグリップの動画。ワッホーさんのやつ分かりやすいよな。うん、確かにね。ワッホーさんのあのフェースの、ここに緑のマーカーかなんかで書いて、打点を集めましょうっていうのをやってて。でも、その時の前日ぐらいに、ドライバーのフェースシールあるが。で、ゆうかちゃん、ここの、あの、なんだったっけ。さっき うん、先の一番飛ぶところでそこで打ってみようやって話したようんよ、うん、でもできんかったよなできんかったただその先っちょでは打てれんかったけど、うん、その打点はすごい、うん、確かに合ってたよなうん確かにあれ面白いなと思ったゆかさんが競技にガンガン出ていた頃の生活や練習 え、どんな生活してた何してたんだろう学生の頃だろう学生の頃は練習してましたずっと練習だもんな。ずっと練習。まあ母親が仕事遅い日とかあったら夜9時ぐらいまで練習したりし,した時もありました。迎えに来てもらうのを待つのに。もう毎日打つだろう毎日打ったりしてたけど私でも練習嫌いだった。だ <laughs>、うん、か,か,から。うん 練習,まあ、でも練習は、やっぱ学生の時だから毎日し,、うん、してましたね。テニス暑い日に外でずっと、それをゴルフを。確かにね、暑すぎて鼻血出したことありましたもん,ん大変だよな。<laughs> コラボしたい YouTuber はいますでもいろんな方としたいなうん,うん、確かに。けど、まあお互いにメリットがあるうん、うん、メリットというか、 お互いにウィンウィンな立場だったらやらしていただきたいなとは思う私でもまっちゃんさんまっちゃんさんなんかさ年下なんだけど年下っていう感じがしないんだよね友達みたいな同級生みたいな感じあでもかといってなんかタメ口ではしゃべれないかもああなんかユカちゃんが初見でそんなんなんか珍しいな,なんか 面白いオーラ出てるじゃん。うん、めっちゃいい人だよな、うん、ワッホさんとマッサン。マッサン。マッサン。マッサもうにじみでとるもんな。確かに。いい人ですっておでこも書いてる誕生日おめでとう。ありがとうございます。フォームゆくちゃん目指してます。あ、仕事これから仕事なんですね。頑張ってください。えー、頑張ってください。お疲れ様です。こんばんは。 誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。パターグリーン周り、確かにありがとうございます。そっパターでだいぶ変わると思います、やっぱり。この時期ようやく月1のラウンドしています。先週は週1、100球ぐらいです。先日は78でした。上、えー、すごい。うまっ。練習は1週間に1回行けばいい方です。 よく打っても100球、ね。よく打っても100球ですね。一籠は100球なんやな。うん、それを半分に分けるか、<私 S 2> 今日は一籠ずつ打とうか、みたいな。<laughs> そ,うそうです、そうですそんな感じで,すで。ちょっとしんどいなと思ったら、残して帰れるんです、そこは。だから、残してって感じかな。週一回行ったら多い方。うん、もっと行かんときやな。いや、本当に。暖かくなってきたし。持ちどころがよくないけど、ないスショたわって言っちゃ痛いとき、言っちゃった時は。 いい玉筋でしたねって言います、ね。<ー>いい玉筋でしたね確かに。それはいいな。うん、メモメモ今週末、ま、今週末ゴルフ行ってきます。腐ったバナナやってみます。うん。クラブ飛ばさないように気をつけてください。<laughs> <laughs> お,ゆかさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ますゆかユカさん自身は綺麗な上に、うん、スイングも本当に綺麗で目標にしてます。うん、え褒めすぎじゃないですか <laughs> 私もユカさんのようにスイングできるようになりたくて、画面録画して繰り返してもええー、ありとあらゆる角度のユカさんのスイング、徹底解剖動画とかみたいです。<laughs> たぶん徹底解剖動画を見ると全然綺麗じゃないじゃんってなると思いますよ。<laughs> ちょっと撮ってみようか。うん。なあ、今度。確かに。アプローチ上手くなりたいけど、なかなか練習場のようにはできない。ああ、そうなんですよね。傾斜もあるし、やっぱり、うん。常に平らっていう感じじゃないですよね。うん、グリーンも下りだったりで。ワッホさんの動画ってアプローチ結構メインじゃない多いよな。確かに確かに。もし登録されてない方が。うん。 なあ、いたらめっちゃ勉強になる。ジャパンクラシックカントリークラブって知ってますかどこだろうわかんないな分わからんな今週末行くので仕上げたいなラウンドをい頑張ってください。楽しんでください。母さん、誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。動画楽しくいつも見てます。マイゴルフとのコラボを見てみた。ああ、マイゴルフさんね。マイゴルフさんなあ。 僕たちのことを。多分知らないと。<laughs> もっと僕らがな。<laughs> 有名にならないと、ね。有名というか、まあ、本、本気で。まあ、本気ではやっとんだけど。もっと見合うようになってから。やらせていただきたいな。あ、イオン小林さんハ,ロってうハロー。ハロー。酔っ払ってるな <laughs> ハロー。スイングスピード速い人ってマット系のボールって飛ばないんですか。そ,そうなの。マット系って何。 なんだろうスピン系ってことはどうなんだろうど,どんなボールですかねマット系っていうのは。わからんな。いろいろアドバイスありがとうございました。高齢者施設勤務なので明日ワクチン。ああ。ああ。なんか1回目は筋肉痛になるっていうような。2回目は結構しんどいって言いますね<う>熱が出たりご自愛くださいませ、ね。本当に。おめでとう。ありがとうございます。 俺様は5月24日が誕生日で、同じ双子座です。いい夫婦で羨ましいで仲良くして、ね、ありがとうございます。ゆかちゃんのおかげです。おめでとうございます。誕生日。こんなポンコツみたいなやつに、奥さんができるなんてね、奇跡ですよ。<laughs> 何言ってんのいや、マジで。ゆかちゃん、誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。 誕生日おめでとうございますありがとうございます。3月から6年ぶりにゴルフ復帰してます。120から130ばかりです。えー、6年ぶりにすごい。えー、でも120、30ってすごくない全然すごいです、ね。女性の方やろうまいよな、120、30って。僕らキャディーやってたけど、女性で120とか30って、すごいうまいと思う。うんうんうん。ゆうたくんのハゲンストは、中西直人さんの、 上白プロがやってるそうなんですよ。自分のものかのもかようにやっっちゃってるんです、うん、思いのほか僕があの発祥って思われてる方いらっしゃると思うんですけど <laughs> 実は上白さんだったんです。関東遠征は計画はないですね今のところは。 腐っっったたバラスインングででシャンクが乗ったよ感謝よかったですおーすごい。マット系はボル,ビックあボルビック。どんなボールだろう硬いやつかな柔らか,い柔らかいボール。え、どうなんだろうボールでそんな変わるのかなボールはでも変わると思う。そのディスタンス系っていうそのやつはスピンが全然効かん。やっぱりボルビックって一瞬ババアツソン契約してたよな。 ボール。ーもうやめてたと思うけど。うん、やっぱ合わんのんじゃないかな。その契約プロ専用で作っても合わんのじゃないかな。リサちゃんだけでコラボしてほしいです。リサさんなあ、かわいいもんな、うんいい。ジャパンクラシックはゴールデンバレーと同じ。新和。る<ー>三重県。へえ めっちゃいいコースですよ。えー、うーそうなんだ。<laughs> いつもユカちゃんの塩太陽でにやりとしてまそういう人多いよな。<laughs> 確かに。確かに。で、僕ら編集しててもなんかちょっとおもろいもんな。<laughs> 確かに。編集は進まんのんだよな、あれ。確かにね。ナミゴルフさんとの編集なんかもう全然進まんかったもん。面白すぎて。あれでも半分ぐらい。 削ってるからなあ確かにね。うん、お二人のボールは何を使って私はブリジストンのツアー BXS。僕はツアー B の X です。こないだ JGR 使ったら思いのほか良かったんで。XS、うん、と JGR 両方かな。ネクスジェンもいいですよ、ツアー B 使う人は。うんうんうん 確かにね。う一、ん、時間二十三分も経った。すごい。九時までやろうか。九時までにしましょう。私今日三時五十分から起きてるんですよ。ゆ <laughs> かちゃんもう白目むきそうなんです。白目むきそうなんでちょっとショットの精度を上げるためにどんな練習や注意とかありますか？ ゆかちゃんんはいろななとこを狙って打つよなあ私、右の150から左の150曲げようとかしたりしますよ。うん、曲がらないけど。<laughs> とか、ハーフショットの練習とか、ティーの上に、ね、ボール乗せてあのアイアン打つとか、うん、結構高め、テーブルが高めのティーにボール乗せて打つとかですかね。うん 僕はでも今スイングがもうなんか。はちゃめちゃになってるね。うん。だからもうアプローチをしたいな、とりあえずうん、うん。確かに。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今度ほんまの D1 使ってみてください。使わなかったっけ僕 D1 はちょっと合わんかったんだよな硬くなかっためっちゃ硬い。結構硬かったです、あれ私。意外と僕は飛ばなかったんですよね。うんうんうん 高いボール使うとすぐ紛失してどうでもいいボールよく残る。そうなんですよ、本当に。まさしく僕と一緒。確かに。心機下ろした一発目で絶対オービするもんなね。なくなるよね。お<う>フェードどうやって打ちますかちょっと左目に置いて、オープンスタンスでアウトサイドイン。うん。ですかね。うん、フェースは別にかぶせ、あの、かぶしたりとか開いたりせんな。 カのトリププのの魔法のグリップは左手を押して右手を引くイメージらしいですかコメントください。右手を押して左手を押して右手を引くんだって。こういうこと<の>左手を押して右手を引くんだろう。わからんな。わかんないですね。初めて聞いた、うん。自分も岡山のロストボールの店で。 ああ、ロストボール。ー専門店専門店。自販機があるよなそうそう。岡山にあるんですよ、ロストボール専門店。みんなあるんかな各都道府県、角都道府県はないかも。うん、でもヤフオクとかで買うよな、結構。あ、ヤフオクで買いますし。<laughs> メルカリとか。メルカリとかで買います。来週に三日月カントリーでラウンドするのですが、注意することありますか ?100 切りをしたいです。あと7だ。バターと、 パター、パター、スリーパットをしないとか、うん、あと、バンカーが嫌いとかだったら、グリーン周り、外れてもいいとこに外すとか。そう、今、それ、めっちゃ思ってた。バンカーを避けて、のあのー、外すとかっていうことをして、うん、アプローチで2パットで、最低でもダボで収めるとか、うん、そんな感じがいいんじゃないですか。確かに 誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。通常のマットの違いでアイアンのあたりが全然違います。ああ。もそれはあるな。ある。だからわざと硬いマットで練習したりとかしますよ。<ー>柔らかいマットで練習するとクラブ滑って結局まっすぐ飛ぶ。そうだよな。から、ね、ねちょっと硬めのもので練習するのがいいかもしれない、うん、ケーキは食べましたか あ食べてないんですよ。お父さんが買ってくれたんですけど。明日食べます。明日食べます。ゴルフ最近ハマり倒してます。腐ったバナナみたいなドリルド。あり,ありがとうございます。また何かいいのがあれば。うん。出していきたいと思います。うん、頑張ります。練習場でコースボールに近い ところと、明らかに飛ばないところがある気がするのは気のせい。いや、そういうのあると思いますよ。ボールで絶対ある。ボールで全然違うと思います。ショートアイアンは普通だけど、ミド,アミドルアイアンからは、ちょっと飛ばなくなったりとかって、実際、うん、あるよな。うん、今、パタリ練しながら見てますが、パターンを腐ったバナナ意識したらあっちゃこっち行きます。肩を平行に動かすイメージでしてみてください。 うん、手首を動かさずに肩だけで打ついて,感じって肩をまっすぐ動かすみたいなしてみてください、うん、三日月カントリーで百切りできるといいですね頑張ってください頑張ってくださいタポガレの夫婦を誕生日おめでとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます ありがとうございます。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 もうやめて。やだ。<laughs> 今度、ドローとフェードの内訳の動画を上げてください。やめなさいよ。はい、退場。退場。えっと、どこ読んだっけさ。あ、ドローとフェード、私、内訳できないんですよ、これは。 なんか今やろうとはしてるけどな。練習はしてるんですけど、全く難しいんで、できるようになったらあげたいと思います。ゆうじさん。今日はライブを楽しみで早く帰宅しますええ。ありがとうございます。嬉しい。お疲れ様です。お疲れ様です。中日なんでね。確かにね。もうちょっと頑張りましょう。6月11日、久々のゴルフです。お二人は、お二人は、あれ 直前練習しますかああ、練習行ったりしますけど、ちょっとしか打たないよね。うん。ラウンド前とかね。うん。ほぼ打ったことないな。うん、バナナケーキが腐りますし、バナナケーキじゃなかったんですよ、それは。ああ<ー>、違ったんですよ。チョコレートが好きなんで。しかもチョコレートケーキでもなかったよ。嘘<そ>。本当。うんな。誕生日おめでとうございます。ありがとう,ありがとうございます。 ライブ配信ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。今からご飯作ります。あ<ー>あ、お疲れ様です。ありがとうございます。今から大変やな。L 字パター使ったことありますか ?L 字。あるよ。ピンが立てるとえあリサさんにあげたようなやつ。ああ、私はないですね。難しいっていうような。その打ち方によって違うよな。うんうん、確かに。うん。 公認ボール打ったら手の耳が痺れます。なんで耳が痺れたんだろう <laughs>。<laughs> あ、キーンって言うからかな。アマチュアの大会出るってありますかあアマチュアの大会ばっかりです。うん。僕は年に一回楽しみなやつが、うん、県民大会があるんですがね。グッズ、コンペ、楽しみにしてます。ありがとう。低い球で打ちたいんですかどうすればいいですかアイアン 右に置いてパンチショットとかですか,、うん、ですかね。わからんよな、その辺。うんな、うん。丸山茂樹さん、秀樹か。<laughs> でもめっちゃゴルフだったらうまくない,いかこの人って。丸山秀樹さんやで。うん、丸山茂樹さんと松山秀樹さんが。めちゃくちゃうまいよな。超上手い。お,<う>お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。こんばんは。岡山市大住50代。 ゴルフを楽しんでいます。えー、本当ですね。ぜひどこかでお会いしましたらよしし。よろしくお願いします。じゃあ、そろそろ終わろうか。そうですね、明日誕生日の方がいらっしゃるんだって、おめで、とうございます。おめでとうございます。フライングゲット。ゲット。えそんなポーズだったっけ分から。ん。九時だって。皆さん、そろそろ寝る時間じゃないですか。私多分、いつもこの時間寝てるよ。<laughs> 3秒で寝ます。今日は3時50分に起きたんでね。<laughs> じゃあそろそろ,そろ,そろ皆様ありがとうございました。ま,したまた定期的にやりたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。ま,すまた今週の土曜日もうん、うん、動画をアップしようと思ってますので見てみてください。うんはい、では。 ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら